ですよね、うん、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、ポールのところのパス、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前シュート、第一のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。